こんばんは、こんばんは。おい、あ、マスク。みんなに会える機会がまたなくなりました。かなっちー、まあでも時期的にしょうがないよね。やっぱメンバーにも出ちゃってるし、やっぱこう世間的にもというかね、今増えてる時期だから。福岡もね、まあ、いつかは分かんないけど、まあ、緊急事態宣言がもしかしたら出るかもしんないし、やっぱ人が集まるところってやっぱ集団感染が起きやすくなっちゃう、リスクが高くなっちゃうっていうのもあるから、やっぱりみんなの安全もそうだし、まあ、スタッフさんとかメンバーの安全も考えた上でのおしゃべり会のね、延期が14、15の延期が決まったので、うー悲しいよ。だからまあもしかしたらその新しく決まった日程でまあ来れないってなる人が多分いるとは思うんですよ、何人か。うん、とても辛い。まあでも早めでよかったね。昨日言ってたばっかりだったから、なんか早めにやるならやるで早めに。決まればいいねっていう話を昨日してたので、それはもう決まったからよかったなって思う。またフェイスシールド時代突入かなって、うーんそうだね。まあ公演をもしやるってなったとしても、またみんな全員フェイスシールドなのかなと思うけども、そもそも今なんだろう、やっぱりまあ、13まで本当はあの公演の日程決まってたけどなくなってるってことは、やっぱり、うん、まあ、あの密室じゃないけど一応換気のためにこう劇場のドアは開いてるけど、まあ、結局人が集まってね、たくさんいる中で、まあ、私たちはマスクとか何もできないから、歌って踊ってしないといけないから、うーんって感じだよね。難しいところではある。はゆこんばんは。今日前髪がおとなしいの、眉毛描いてないけど。あ、そう、台風のさ情報結構ちょこちょこ天気予報のアプリで見てたんだけど、9号なんか途中でもういなくなったよね。で10号もめっちゃそれてて、まあ、関東の方にちょっとかかるかなぐらいだったけど、福岡はなんとか直撃せずに済みそうな感じはあったよ。ね、9号だって途中でなんかもう消えとったからこっちに来る心配はあんまりない。うん、昨日の予報っていうかその台風の予想のやつ見とったら、9号めちゃめちゃ福岡の方にかかっとったんやけど、10日ぐらいに。でもちゃんとというか今日また見たら、なんか
途中でもうおらんくなっとった。日本に来る前に終わっとった。まあでもなんか来週ぐらいからまた雨予報が続くみたいだから気をつけないとなって。多分急な雨とかもあると思うよ。なんかこう晴れたり雨降ったりみたいな、最近のよくわからん天気みたいな。だからまあみんな外出る用事がある方はね、傘、折りたたみ傘とか持ってった方がいいと思う。この後ね、あの薬局行かないといけないんだよな。ちょっとね、この間もう行ったんだけど、なくなった商品が、商品なくなったものがあるから買いに行かないといけない。でも暑いから外出たくないんだよな、この時間帯な。そう、雨はやっぱ降るみたいだけど、でもどれぐらい降るのかが正直まだわかんないから、なんとも言えない感じではある。だって雨、今は雨予報だけど、え、意外と晴れてるじゃんみたいな時もあるし。まあでも日曜日、まあ明日夕方ぐらいから怪しい雲が出てき始めて、日曜日にちょっと降るかなぐらいの天気なんやないかな今のところ。まだうん、そんな感じらしいよ。不安定な天気。喉がなんかゴロゴロなって、って言われて、友達とエーペックスをしてたから、ランクを上げるために。お昼からずっとやっとった。パッパッパラッパッパッパラッ、いや眠くはないよ。だってめっちゃ寝たもん今日。一回何時に起きたっけな、今日でもめっちゃ寝た方なんだよな多分。最近朝方に一回起きて、おはようツイート一回して、また寝て、また起きて、また寝てみたいな。あ、9時58分とかだっけ起きたの。あれ8時半ぐらいに1回起きた気がしたけど、あれは気のせいか。じゃあそれか、起きたけどおはようツイートせずに寝ちゃったとか、あれ覚えてないや。まあでも多分これおはようツイートしたぐらいの時に1回起きて、ほんでまた寝て、で10時半ぐらいにまた起きて寝て、11時半ぐらいに起きて寝て、12時にちゃんと起きようと思って起きた。いっぱい寝ただから。いやそう、最近なんかこういうなんか起きて寝て起きて寝てを何回も繰り返しとるけんさ、何時に起きたとかあんまりちょっとよく覚えてない。とりあえず一回朝起きたらおはようツイートをしようって思っとるだけやけん。うん、何回も寝た。4度寝5度寝ぐらいしたんやないかな。4度寝ぐらいかな。夏休みやなって感じのスケジュール。いや本当に
夏休みは学校の方はあるけど HKT は夏休みなんてないよ。だからまあね、なんだろう、長期休みっていうのがやっぱないから、まあ、実家に帰るタイミングもいつも本当一日休み、次の日その学校行ったり仕事終わったりして、まあ、次の日が休みの日とかに一日泊まって、でその日休みやから、次の日休みやから、その休みはまあ昼間までこうバーって家でこうまったりしたりとかして、この間はお母さんたちと家族みんなでな、お出かけ、まあなんかお洋服見たりとか、まあ、いろんなとこ行ってお出かけして、そのついでにもワイの家まで送ってくれたって感じやけど、まあ、大体なんかそういうのが多い。妹が、妹のなんか友達と一緒にお出かけするけん一緒に乗せて行ってもらって、一緒にこうお出かけとかして最後私の家に送ってくれるみたいな。でも妹が結構多いかな。ただこの間は家族みんなでワイの家まで送ってくれた。こんばんは。そう、弟がねめっちゃ実家にワイがいた時にやっぱ1日とか長くて2日間しかおれんから、ね、せいちゃんもう帰るみたいなめっちゃ聞かれるんよな。でまだ帰らんよみたいな言うんやけど、なんかやっぱ寂しいみたいで短い期間やと。だからまあ長くおりたいなっていう気持ちもあるけど、やっぱ長期休みっていうのがないから、まあ HKT の活動なんて特にね、学校はまあこういうね夏休みとか冬休みとかあるけど、春休みとか仕事の方はそうはいかんからさ。だからまあ大体仕事が次の日入っとって帰らんといけんみたいなことが多いかな。弟はね可愛いよ。なんか昔みたいにそんなデレデレはせんくなったけど、やっぱりこうワイが帰るってなった時は寂しいみたい。だから次帰るタイミングで、まあ、約束をしとった焼肉を家族みんなにおごるというか食べさせに行くっていうのと、あと花火だね。花火をなんか夏らしいことをやっぱささせてあげたいじゃん、夏休みの間に弟たちに。でもなんか今この間も話したけどさ、わいの弟の次男なんて特にな、学校に通い始めてからコロナが流行ったから、プールの授業がないんやって。一回も学校でプールに入ったことがないよ、次男の方はな。今2年生なんやけど小学校。だからなんかすごい悲しいというかさ、プールの授業ってめちゃめちゃ楽しみやったやん、小学校の時とか特に。わーい、プールだみたいな。この時期暑いしさ、しかもだけどまだ一回も入ったことないらしくて。でも今さ、やっぱコロナだからどこもプールも空いてないじゃん。だからなんかこう夏休みらしいことをさせてあげる場所があんまりないというか、まあコロナの影響もあってどこも結構閉まってるしね。プールなんて特にやっぱ人がいっぱい集まるしね、マスクつけて泳ぐわけにはいかないじゃん、水だし。だから今閉まってるんだけどプールは。まあ夏休みらしいことといえば、まあ家で花火するぐらいかなって思ってね。花火をいつ今度せいちゃんが帰ってきた時にしようねって言って、この間は解散したんやけど。そう、プールの授業私もだってめっちゃ楽しみやと思う。だってもうなんかさ、雨の日とかさ、たまにこう水温が低くなったら入れませんみたいな時あるやん。別に雨とかも曇りの日だ、曇りの日とか水温が低かったら入れない時とかあったやん。別に雨も降ってない、雷も鳴ってないのに、もうそん時とか最悪よね、はみたいな。でもそれぐらい楽しみやったけどさ、今なんか小学生とか学生ってそういう楽しみも今奪われとるんやなって思うと、なんかもうコロナめーって思うしな、悲しい。
115日ありがとうございます。だから本当はこのなんかこの今のまあ時期が時期やからあれやけど、変えるのは神さん、熊のぬいぐるみありがくま、神さん熊のぬいぐるみありがとう。まあずっと家におってもねえ、毎回寝て起きての繰り返し、だから実家に帰りたいんだよね。え、お盆ってさ13日から15日までだったっけ。なんか、ま、16から、ま、学校の方の用事があるんだけど、それもまだ今あるかどうか分かんないけど、連絡来てないからどうなるか分かんないけど、ま、とりあえず16からまた予定が入るんよな。だからまあお盆にはそのまあ休みがね、休みになっちゃったから、お仕事が、帰りたいなと思ってるんだけど、私あのちゃんとラジオがあったからさ、この間仮面 で本当はスタジオでやる予定だったから、そのあの前日にあの夜わざわざマネージャーさんが家まで来てくれて、あの PCR の検査、あの唾液を取ってしてもらったんですよ。ほんでそのラジオ当日にあの検査結果が出て、あの陰性だったんですけど、だからラジオもねできたんですけど、まあ結局ね、あの安全を考慮してズームでのやり取りにはなってしまったけど、一応 PCR はあの最近受けたばっかりなんで全然大丈夫は大丈夫なんですけど、そうそうそう、そういうなんかやっぱあのまあ濃厚接触者ではないけど、そういう個人の個人の仕事がある人はあの受けさせていただきました。なんで私は全然元気、大丈夫、味覚もちゃんとあります。待てまあただメンバー内でね、やっぱりこういう仕事してたらさ、やっぱこうね、誰がいつかかるかも分かんないから、本当に用心というか、まあなんだろう、なんて言いたかったんだっけ今、言葉が見つからん、言葉の引き出しが少ない。まあ用心するに越したことはないと言いたかった。そうそうそう、それ。そうだから私は大丈夫ですよっていうのをみんなに言いたかったんです。まあどっかのタイミングで実家にはちょっとまた帰ろうかなとは思ってますね。8月中に私ワクチン打つんだけど大丈夫かな明日から福岡市立の中学校の部活中止だって。そんな部活なんて青春やのにかわいそう。でもまあ中学の頃私もう部活やりたくないなとか思っとった時あったしな。やっぱ嬉しいんかなそういうのって、分からんけど、今の中学生からしたらよっしゃって思うことなんかな、どうなんだろう。1回目は大丈夫。でも私の妹1回目で39度熱出たんよ、怖い正直、打ちたくない。でもなんか今日一緒にやった人ももう注射打っとって、なんか打った時あのコロナ、あ間違った、あのインフルエンザみたいになんかこう、あ今入ってきとるみたいな感覚の痛さは全然ないらしい。え終わったみたいな感じで終わるみたいって言ってた、終わるって。だからインフルよりは痛くないって言っとった。
インフル確かになんかこう入ってきた感じがして痛いもんなっていう話をなしとったんやけど、ポカリとか電解物質入ってる飲み物飲むと痛まないらしいよ。へえー、なんかそれでも何人か言っとるよな。本当なんかな。え、それは注射を飲む前にそのポカリとかを飲んどったら痛くないよってこと？インフルは痒くなる、私なったことない、あんまりぼっこし腫れたこともない、普通になんか打って一時しとったらまあ最初はなんか痛っってなるけど全然腫れたことない、インフルの注射で。あ、口内炎治った、まだちょっとあるけど、あの痛くない、全然もう 治っとるやつ、あのなんか最後さ口内ってちょっと白くなるやん、治りかけの時なんか多分それもう痛くない、ずっと貼っとったけ寝る時にここにもう痛くないよ。2回とも注射して熱が出らん人もおるんかな、なんか大体なんかこうちょっとみんな熱高めのやつでとりあえず38度とかさ、なんか見る限りな、情報を見る限り結構みんななんかこう腕が上がらんくなったみたいな、こう筋肉痛みたいな痛さで腕がちょっと上がりにくいみたいなのとか、まあ、38度ぐらい熱が出たみたいなのよく見るんやけど、2回とも打って何も変化なく元気でしたっていう人おるんかなと思って、いるらしいよ。そうなんだ。なんかでもなんだろう、副作用がやっぱいろいろあるみたいで、こうまあ熱っぽい感じのだるさみたいな、体がだるいってなったりもするみたいです。なんかこう気持ち悪くなる人もいるみたいだね、こう気分的に、うわ気持ち悪いみたいな。でもそれになったらめっちゃ嫌だなって思って、5人に1人ぐらい、微妙やね多いのか少ない、怖いよな。アボカド、これ久々に来たけどこの部屋着めっちゃ気持ちいいわやっぱり通販というかネットショッピングで買った、そう20代とか若い人は結構高熱が出やすいみたいね、なんか情報によると。もう2回目打った人おるんや、すごーい。
眠たくはないけど、なんか目がとろーんってなる。眠たいのか、これは目が疲れているのか。まあどっちみち薬局行かないかんのよな、今から。わあ、めんどくさ、もう外出たくない。昨日夜中にさ、払い物があってコンビニまで歩いていたんだけど、夜中は結構涼しかった。でもなんか夕方はやっぱりな、やっぱ照り返し、地面がやっぱこう昼間の天気っていうか太陽によって、まだちょっとこう照り返しじゃないけど、あの地面、道路が暑いからじわじわっと嫌な汗をかく、この時間帯特に。こう日が暮れてきてやっぱ涼しいかなって思うけど、地面の熱の持ち方が半端ない。地面からこう暑いなっていう熱気が来るもん。眉毛が薄い。日傘は結構使います。通学の時とか毎日使ってますよ。の日、晴れの日は日傘持ってて、曇りの時が一番紫外線が強いからね。整体行かないとな。もう明らかに首の長さ違うもんね。体が歪んでる証拠。首のさ、ここら辺の、あ、 T シャツじゃない、ワンピース、部屋着、家族にダサいって言われたやつ。いいやんね、着心地がさ、どうでもよければ。デザインなんて誰も見るわけじゃないし、だって家の中で着るんやよ。別に外にね着ていくならさ、ダサいって言われてもしょうがないけど、部屋の中で着るだけやし。かわいいよ、だってこれ見てみちゃう、だってパンツが見えそうで怖い。危ない。ほら、あ、めっちゃ声が響く。長いんよ、ほら、ほら、ほら。うん、前髪がすごいことになっちゃった。そう、種に顔ついてんの。アボカド。スマイルズアローナ使ってる。どういう意味？笑顔で。うん、着心地、いや、パジャマとか部屋着ってさ、別にさ誰かに見せるわけじゃないじゃん。部屋着やし、だから着心地が大事、本当に素材の良さが大事。
手前は思っとる。目玉焼きじゃないよ、こんな汚い色の目玉焼き夜間やろ、誰も食べんやろ。目玉めっちゃ黒いやん。見えなくもないけど、生割り白やから。でもちゃんと見て、ちゃんとほらアボカドの形でしょ、見て。ポン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 、じゃんじゃじゃじゃんじゃん。アボカド以外もあるよこれ。なんかチェリーもあった、さくらんぼ。あとはなんかこの可愛い系のこの顔がついたやつはなかったけど、確かチェリーも可愛いけん買おうかなと思ったけど、いやなんか来た時にこう生地とかがさ、なんか海外のあれやったんよ、韓国かどっかので、なんかもし来た時にこう生地が嫌いとかさ、なんか長さがとかさ、なんか薄いな生地がみたいななったら嫌だなと思って、とりあえず試しに1枚買ってみようと思って買ったらすごく良かったっていうね。でもなんかここ汚れてんのよ、ここわかる？ほらちょっと汚れてんの、なんでだろう。別になんかこぼしたわけでもないのに、ずっとこれ取れないの、洗濯しても。あ、印刷の時に汚れたんかな。あれ、それもありそう。まあね、別にね、いいのよ。鼻が、この後外出るのやだな、めんどくさい。ここまで歩いていくのがめんどくさい。あ、でも結局払い物のやつもあれだ、まだ払ってないよ。長い、結局まだコンビニ行ったけど違うやつ払った、携帯代払ったもんな。うん、いや明日にしたら明日出らないかんやん、めんどくさいよ。でもこのちょうど日が暮れてきた時に出るのが一番いい。あの昼間行くとやっぱ昼間暑いし、一番な、一番カンカン照りな時やし。あ、でも明日そっか、曇りか。うわ、明日にしようかな。でも今日ないとな、めんどくさ。いや今日行こう、もうだって明日家出るのめんどくさいし。明日も言うて最高気温変わらんしな、京都。あ、待って、今さ天気アプリ見たらさ、現在台風の予報進路が正しく表示されていませんってなっとる。え、消えてないの、もしかして。だけど正しく表示されてないだけ、そんなことないよな。明日、でも昼間33度。今日36度あったからな。あれ、今日昨日よりは暑いね、夜中とかね。フォートナイトはやってません。
わいはエイペックスだけやってる。方もいろいろ外出怖いよねってね。別にそのなんか人が多いところではないから、近所だし人多くないからあれなんだけど、まあ怖いよね。怖いっていうか外出たくないよ、暑いし。だからこれが配信が終わったらパパパッと行ってパパパッと帰ってきてしようかな。まあ明日行ったところで今日行ったところであんま変わらんし、言うてそんなに。ちょっと移動します、充電器を挿しますと。まあ天気予報、まあ私はあのアプリで見とるからいつもコロ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 変わっとるんやけど、あの見るたびにこう雨予報やったのが晴れになっとったりとか、晴れが雨になっとったりとかよくあるから、あんまりこう先々の天気予報のこと信じてないけど、どうなんだろう、ずっと雨なんかな。雨の方が嬉しいけどな、涼しいし。正直まあ外出るのとかはめんどくさいけど、あでも洗濯物が干せんや、あんまり続くのはやめてほしいな。そう、日曜から雨降るみたい、お天気が悪くなる。でも明日からちょっと黒い雲がもしかしたら見えるかもしれないねって感じだね。一郎ちゃん、クマのぬいぐるみありがくま。一郎ちゃん、クマのぬいぐるみありがとう。全く外に出ないから全く焼けてない。おうち時間充実してる。いや全然。あ、まあ今日はまあ、うん、昼間友達とゲームとかしよって充実はしとったはしとったけど、普段はやっぱ暇やなって思う。やることないし。みやなおさん、クマのぬいぐるみありがくま。みやなおさん、クマのぬいぐるみありがとう。こっちの口角を上げたい、もうちょっと。左右違うんだよね、こっちの方がちょっと上がってんの。うん、今日ついにウォーターサーバー届いた。冷たい水うまい。美味しいよな冷たい水って。なんかこういう暑い日とかさ、やっぱ飲みたくなるやん急に。だからやっぱあったら便利。しかもお湯とかさ、いちいち沸かさんでいいけん、そのままこうピーってやったらお湯が出てきてくれるけん、とっても便利。いつもありがとうって感じ。本体お金かからんのめっちゃいいよな、お水代だけやから。パパパパパ。この家本当にさ、静かにしとるときさ、上の人の携帯のバイブの音まで聞こえるんよ。多分地面に置いとるんやろうな、床にな。いつもはさ、こうなんかこの iPad とかでさ、まあ、YouTube 見たりとかなんかいろいろこう何かしらつけとるけん、テレビ代わりとしてこう人の声とかしとるからなんも気にならんねんけど、ここまでってかやっぱ配信の時って何も流したりしたらいかんから、
おいが喋らんくなったらめっちゃシーンとなったらめっちゃ聞こえる。物音とかよく聞こえるけどな。ウォーターサーバーは場所にっていうかその契約するところによるけど、あんまりね電気代高くならんよ。前も聞いたんよ、やっぱつけるとさ電気代って高くなるかなって思うやん。正直それが本当なのかはあんまりよく分かってないけどなんかそのちゃんと聞いたんよな、ウォーターサーバーって電気代高くなったりしないですかって言ったら、500円ぐらい、ワンコインぐらいしかかかんないって言ってた。本当なんかなと思ったけど、まあでもそれは多分契約会社によって多分違うと思うけどな、分からんけど、私が契約してるところは500円ぐらいって言っとった。本当かどうか知らんけど、あそうなんやと思って。年間で考えてもさ別にそんな高いと思わんくない？おいだけ？だってそのまあそのお湯なんてそんな毎回毎回沸かすわけじゃないけど、まあ、お湯を沸かすってなった時にまあガス代がかかります、まあ、水道はまあ、 ペットボトルとかのお水とかにしても手間がまずかかるし、そういういろいろ考えたらまあいい方なのかなとは思ったけど、まあでもウォーターサーバーがまあなくてもというかあって、損したことはないかな別に。結構私やっぱ料理使う時とかも水道水じゃなくてこっちのお水使うし、美味しいお水をな、お湯とか鍋にお湯入れたりするときとか、なんか水道のお水ってやっぱ今はさ外が昼間とか気温が高いせいかさ、こう手顔洗うときとかもうぬるいわけよ、冷たい方にひねっとっても。だからなんかまああんまり水道水使いたくないなっていうのが正直あるな。うん、なんか怖いし水道水その水道水を直接こう飲んだことはないけど、水道水って独特の味するやん。あ水道水だっていうような、本当に。だからなんかそっちよりはやっぱ美味しいお水使いたいし、美味しく料理食べたいなと思っていつもウォーターサーバーのお水使うんだけど、水代込みで500円やったらもう赤字じゃん。仕事にならん、そんな。まあそれは人によってでいいんじゃないですかね。別
にいらないって思う人は別に契約しなくていいし、欲しいなって思う人は契約すればいいし、それは別に自分の自由なんで、個人の自由なんで、もういいがこれいいよとかめっちゃ勧めたところでな、まあ勧めてないけど別にそんなに、まあ便利やよねっていう話をしてるわけやからこんばんは、ワクチン2回打ってきたってお疲れ様です。チャカさん、クマのぬいぐるみありがくま、チャカさん、クマのぬいぐるみありがとう。うソーリー、さあ、さあ、さあ、おいさ、いつの間にかさ、左の足のお母さん指のつま先にさ、ほくろできたんよ。これってどういうほくろだと思う？いつの間にかできとったん？これ最初ゴミがついとんかなと思って、こうやって爪でこうガジガジしたら全然取れんくてさ、ほくろやと思って、ワイセリ様さんありがとうって言ったっけ？言ってない？あれ？言ったっけ？忘れた。うちのワンちゃんウォーターサーバーの水しか飲まんくなった。やっぱワンコも分かっとるんやって、美味しいもんとかまずいもんとか。美味しいお水あげて。あ、え、多分セリ様さん言ってないわ。セリ様さん、クマのぬいぐるみありがくま、セリ様さん、クマのぬいぐるみありがとう。なんか言った記憶ないもんだって。私のお母さん指は中指に感じる？どういうこと？お母さん指やけど、そう、人差し指。なんかさ、足の裏のほくろってあんまりいい意味じゃないっていうやんか。だからなんか足にできるほくろってめちゃ怖くて、このつま先のほくろはどういう意味なんだろうってずっと思ってた。なんか詳しい人いない？はじめまして、こんばんは。うん、らしい。なんか足の裏のほくろはあんまりいい意味じゃないらしい。UFO 募集中の振り付けが覚えられません。あれはね、本当に多分史上初、HKT 史上一難しいと思う、あの振り付け早いし、なんかもう細かいし、あれが一番難しいと思う、今までの中で。もうね、あれのフルはね、無理よ、きつい。もう多分一緒することはないだろうねってみんなと話してたけど、あの UFO のメンバーとな、きつい無理無理、ずっと動きっぱなしやもん、だって休む場所がない。多分足ほくろは仕事運。え？仕事運なのかお前。
頑張って覚えて。どこに苦戦してる？サビ？サビが一番難しいよね、早くて。来週ともう一回の仮面のあの曲ど何流すんだろう。シンデレラかな次は。でももう一曲何するんだろう。隣の彼ないか。眉毛薄い。眉毛今日描いてないけど薄い。UFO 募集中も MV 作ってくれた。でもなんか最近でもカップリングも MV なしでなんかやること多くない？歌だけ。あ、首締まる。いやあれ Y が指定してるわけじゃないよ、多分マネージャーさんが決めてるんじゃないかな。まあ最近のシングルの表題曲とカップリングともう最後なんか一曲って感じじゃない？わかんないけど多分。多分な。かあと2曲なんかこうあのまあみんなが知っとるような曲、メロンジュースとか流すとか分からんけど。いやでもどう、え、だって最初の君どこってあれもう24人バージョン流したんじゃないの？どっちの選抜とか言ってなかったよな確か。まあ多分24人バージョン流したんだと思うけど、え、分からん、どうなんやろ。どっちの選抜とか言ってなかったよな確か。普通に君とどこかへ行きたいって言った気がする。 Y が曲振りどっちの選抜って言ってない気がする。わからん、24人バージョンの音源があるんか知らんけど。え、でも多分どっち選抜って言ってない気がするなあれ。HKT48 で君とどこかへ行きたいって言った気がする。いやなんか瑞穂選抜バージョンとツバメ選抜バージョンあるじゃん。知らんけど。
ぼーっとしてた今。終わろうかな、そろそろ。払い物と買い物に行かないといけないし。うい。あ、待ってよ。多分あれだと無理なんだよな。16時、もうちょっと早くにしてもらおう。11日やったよね。とりあえず、終わりたいと思います。皆さん、今日はこの辺で。うん、この後着替えてちょっと買い物だけパパパッと行きたいと思います。じゃあランキング読みます。13位もチャンネルさん、12位 HKT 超絶おじさん、11位トシボーさん、10位あゆうそんさん、9位鈴友タンタンさん、8位クロスオーバーさん、7位ホエイさん、6位イケポンさん、5位一郎ちゃん、4位カミさん、3位チャカさん、2位セリ様さん、そして1位が宮直さんでした。ありがとう。はい、その他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さん、ありがとうございました。また明日。バイバイ。